ドイツ内の位置、オーバーザルツベルクとは、ベルヒテスガーデンアルプス山脈の一地域。ドイツバイエルン州のシュートミュンヘンの南東 120km の位置の村ベルヒテスガーデンから見て、東側の山腹にある。オーストリア国境に近い、岩塩の山室地であり、ベルヒテスガーデン沿行山として知られていた。ザルツベルクの名称は、潮の山という意味である。 19世紀頃から観光地、避暑地として有名になり、サッカリ・ヒャルト・フォスの小説、ツバイ・メンシェンの舞台ともなった。訪れた観光客が主に宿泊するのは、ペンショーネ、モーリッツやズン・ターカンといったホテルであった。また、資産家の別荘の立ち並び、冷凍技術を実用化したカール・フォン・リンではこの地域に10年間居住していた。 オーバーザルツベルクの風景ヒトラーとゲーリング。1933年、アドルフ・ヒトラーは国家社会主義ドイツ労働者党幹部のディートリヒエッカートを通じてオーバーザルツベルクを訪れた。ヒトラーはオーバーザルツベルク沖に入り、1928年にはブクステフでの比較製品メーカーの未亡人から酸層を月百イヒスマルクで 賃貸契約を結んだ。三層には、イボアネ、アンゲラ・ヒトナーとその子、アンゲラ・ラウバル、フリードル・ラウバルらを住まわせた。1929年5月29日、ヒトナーは著書、我が闘争の印税で三層を購入し、ベルカ・ホーフと解明した。三層周辺にはヒトナーを一目見ようと多くの観光客が訪れた。彼らは、ベルヒテスガーデンの人々に、 巡礼者と茶化して呼ばれた。ベルクホーフで設計図を見るヒトラーとシュペイアヒトラーの政権獲得後一体はナチス党によって買収されることになった。土地と別荘の買収に当たったのはマルティン・ボルマンであり、ボルマンは市場価格での買収を所有者に持ちかけた。買収を拒否した所有者もいたが様々な圧力の前に結局売却せざるを得なくなった。 買収完了後、既存の別荘はすべて破壊され、建築家、アロイス・デガノが中心となって、オーバーザルズベルクとベルクホーフの大改造が行われた。ベルクホーフの設計には、ヒトラー自身も関与している。複数の新たな別荘と新鋭隊の兵舎、地下号が建設された。ペンショーネ、モーリッツの一部は警備員の宿舎とされ、残りは、 品格用の宿舎となった。ホテルズンター館には、新衛隊の司令部が置かれた。別荘は、ヘルマン・ゲーリング、アルベルト・シュペーヤといった、ナチス・ドイツの高官たちが購入した。1937年、近郊のビショフスビーゼンのビスコフスビザンスタンガスに、首相官邸の別荘が建設され、ヒトラーのオーバーザルツベルク滞在中には、首相官邸の職員がここに移り、 業務を行った。ヒトラーは一年のうち数ヶ月をオーバーザルツベルクで過ごし、外交の舞台と申した。ドイツによるオーストリア併合の際に、クルト・シュシュニック・オーストリア首相を同活したことや、ドイツによるハンガリー王国占領の際に、セッション・ホルテ・ィミクローシュを軟禁したことなどが知られる。他にオーバーザルツベルクを訪れた著名人には、 デビッド・ロイド・ジョージ・元英エ首相、ネビル・チェインバレンエ首相、ルーマニア・オー・カロル二世などが挙げられる。第二次世界大戦勃発後は、相当大本営の一つとしても機能し、ベニート、ムッソリーニ、アンテパベリッチ等の数軸国首脳も訪れた。1940年、ヒトラー50歳の誕生日を記念して、ナチス等から、新たな山荘、ケール・シュタインハウスが贈られた。 しかしヒトラーが利用したのは10回程度に止まった。1945年4月20日の総統誕生日にヒトラーは国防軍最高司令部や空軍総司令部の機能をオーバーザルツベルクに移した。空軍総司令官であったゲーリングも移動したが4月23日に総統権限以上の要請を行ったために逮捕され別荘に監禁された。 しかし4月25日にオーバーザルツベルクは空襲を受け、ベルクホーフを含む施設は大きな損害を受けた。このためゲーリングを含むオーバーザルツベルクの住人は移動することになり、オーバーザルツベルクは放棄された。残った建物には親衛隊部隊が放火し、また占領軍や地元の人々の略奪の対象となった。 マルティン・ボルマンの防空壕跡と占領後、オーバーザルツベルクを統治したアメリカ軍は、略奪を防ぐために、旧オーバーザルツベルク住人の帰還を禁止した。ナチス時代の別荘は調査の後に、侵攻の対象となるのを防ぐために爆破された。しかし、破壊が困難であった、防空壕の一部は現存している。ホテルズンターカンは、所有者の元に戻ったが、ペンショーネ・モーリッツは、 アメリカ軍によって、ジェネラル・ウォーカー・ホテルと解消され、1995年に、返還、解体されるまで、アメリカ軍の保養地となった。アメリカ軍の撤退後、ナチス党が所有していた土地や建物は、バイエルン州の所有となる予定であった。1950年代、バイエルン州は、オーバーザルツベルクの観光産業復活を掲げた、ホテル王のアルベルト・シュタインベルガーに土地を、 売却しようとした。バイエルン州は得られた資金を復興に充てる予定であったが、ミュンヘンの会計検査員は売却価格が安いとして売却を差し止めた。スタイガンベルガーはアメリカ軍に交渉の仲介を依頼したが、契約はまとまらなかった。現在のオーバーザルツベルクには複数のホテル、スキー場が存在している。2005年には、 インターコンチネンタルホテルズグループが高級リゾートホテルインターコンチネンタルリゾートベルヒテスガーデンを開業した。しかし、このホテルはリラックスするために最適の場所ですなどとアピールしたことについてナチス時代のことを考慮していないとしてサイモンビーゼンタールセンターが抗議している。このためホテルの従業員はこの街の戦前、 戦後の歴史集中講義を受けた上で配置されるという。1999年には、ナチス時代の資料を展示する、オーバーザルツベルク現代史研究所が建設され、当時の資料が展示されている。ケールシュタインハウスは現存し、観光スポットとなっているが、ベルクホーフの後は、現在森林となっている。ありがとうございます。